は、やせは、海上自衛隊の総会母艦。海上自衛隊では、アメリカ海軍を退役した、LST-542 級戦車用陸艦、ハミルトンカウンティを購入し、所定の改装を加えた上で、1960年6月より、総会母艦、早友として運用していた。同艦は、艦内スペースに余裕があり、鈍んであることを除けば、 母艦として有用な存在であったが、1944年春工と老齢の艦であり、大艦の建造が望まれていた。そこで、第三次防衛力整備計画期間中の昭和44年度計画において、新造の総海母艦が建造されることとなった。これが、早瀬である。設計面では、同年度計画で建造された、嫌い不設艦・宗谷と共通点が、多い。 そうやが、選手先導型であるのに対して、本館は、全通に総看板を有し、艦首と艦尾に強い視野がかかっている、平ら看板型である。また、建造非節約のために、船体構造は防衛庁の船舶設計基準に、移居しているが、工作法は造船所側の工作基準を採用し、船舶構造材も大部分に、NK 規格材を使用し高張力鋼の使用は一部に、 止められており、偽装品も一般白用品を使用するなど、戦火低減が図られている。後部艦班はヘリコプター艦班とされており、計画当時に海事が運用していたキロボルト -107、10 2-3掃海ヘリコプターの発着に対応している。ヘリコプター搭載能力は持っていないが、機動用電源、空中給油装置、消火装置、発動機洗浄装置、 航空燃料用タンクが設けられている。その下方、第2甲板後半部には、機雷庫が設けられており、機雷付設装置2型による機雷付設能力も備えていた。機雷付設機場は、左舷側が手動式の3条右舷側が電動式の2条の計5条であり、機雷搭載数は3000ポンド級の機雷で115個。 かかり式の66式機雷の場合250個とされている。兵装は、除籍された護衛艦、若葉に装備されていた68式50口径3インチ連装速射砲を流用したほか、機雷処分用として、マーク 1020mm 単装機銃2門を装備した。また S S、SQS-11A 中周波ソナート68、 式季三想を単魚雷発射艦により、限定的ながら対戦能力も有していた。早瀬本来の任務である、総海母艦としては、当時の5個総海隊を一隻で支援できるように考慮、されていた。総海艇への補給は、白地で停泊して行う想定であり、ハイライン等には対応していない。完備艦板の直前には5トンの力量を有する。 中折れ式クレーンが設置されており、両舷に横付けした、総海底への補給や、総海具の移動に用いられる。総海母艦特有の補給品として、総海連覧などのケーブル類があり、後部上構え両舷側のリールに巻きつけて、搭載していた。総海底の指揮官や、総海発電機の部品修理、レーダーや、機雷探知機の調整のため、艦内には工作室、鍛造室、 電気整備室及び、雇用品倉庫が設けられている。また水中処分員が、減圧症に罹患した場合に備えて、再圧チャンバーも搭載された。早瀬は、第三次防衛力整備計画に基づく昭和44年度、計画2000トン型総会母百462号艦として、石川島張間重工業東京第二工場で1970年9月16日に、寄港され、 1971年6月21日に浸水。1971年11月6日に収益し、第一総海大軍に機関として編入され、呉に配備された。1988年、20mm 単装機銃2機を JM61M20mm 多重新機銃2機に換装する。1991年4月、 戦後初の自衛隊海外派遣となった湾岸戦争後のペルシャ湾総会任務には総会部隊の機関として派遣され総会艇の指揮及び支援任務に従事した。1998年3月20日、特務艦に種別変更され艦籍番号が ASU-7020 に変更。第一潜水隊軍に直轄艦として編入。経年による老朽化や 設備の陳腐化などにより、後継の裏が片総会母館の整備が開始され、同二番館、文後、廃尾後の2002年12月11日に除籍された。収益中の総工程は414,164.1回り、地球、約20周分。怒りが、琴平神社に奉納されている。ありがとうございます。